マザーボードのサイズ比較ミクロ ATX は1997年に制定されたマザーボードの規格パーソナルコンピュータのフォームファクター。マザーボードのサイズは 244-244mm でちょうどスタンダード ATX の横幅を20%縮小して正方形化したサイズである。ミクロ ATX は ATX 規格に対する広報互換性が確保。 されている。例えば、ミクロ、ATX マザーボードを取り付ける、ネジ穴の位置は、ATX マザーボードのが愛盗ネジ穴と一致しており、愛、大パネルも同一であるため、ATX 用のケースにも取り付けることができる。また、通常電源コネクタも共通なため、ATX 用電源を使用することができる。チップセットに関しても、従来の2チップ構成。 あるいは現在の1チップ構成いずれも、マザーボードメーカーは、製品シリーズで共通のチップセットを搭載し、フォームファクタごとの制約を除くと、電源、フェーズ、オンボード機能のグレード、Wi-Fi、コネクタ数など、付加価値のみによる差別化がほとんどである。アスロックのミクロ、ATX マザーボード G31M、SATX の拡張スロット7機、 DIMM スロット8機に対し、ミクロ ATX は、それぞれ4機、4機と少ない。ただしさらに一回り小型のフォームファクターであるミニ、ITX のそれぞれ1機、2機より、はるかに高い拡張性を有している。またミクロ ATX に限らずマザーボードメーカーは、グラフィック等の機能を、極力オンボードに統合し、拡張スロットを節約する工夫を加えており、 ATX に対する拡張スロット約半減のデメリットは薄れつつある。例えばアスロックのマザーボード G31MS はグラフィックス、サウンド、ネットワークをオンボード搭載し拡張スロットをすべて開けたまま PC 環境が構築可能となっている。これはミクロ ATX の主な用途となる小スペース PC や メディアセンター的なホームシアター PC などケース内のスペースが厳しいシステムを組む際にも有利な特性である。ただしそれら小型ケースの場合、物理的なサイズの制約から特に電源やビデオカードなど大型のパーツが搭載不可能となることもある。かつて自作 PC 市場ではミクロ ATX によるシステム構築は低コストや小スペースの追求に特化し、 パフォーマンスを追求する ATX とは明確に差別化されていた。しかし2006年頃からマルチ GPU に対応するなどハイパフォーマンスなゲーミング、円数ジアストムケミクロ ATX 製品も登場し始め、2010年代以降は超大容量メモリを搭載するようなハイエンド PC を除くとフルサイズ ATX の性能に肉迫するに至った。ありがとうございます。